これはくすぐったいじゃない。なんかね、次女の子がきっと被りそうだから脱いで。男は重要じゃないです。女面白い。やっぱり。いやいやいや、3回どんだけやっても数字は伸びませんから、あんまり言わないから何度か見たなこの光景。言うとね、ちょっとトイレの回数が足りない。あ、ほんますか。体ホーム小山です。今日は出張で、何名かコラボしていただいているお店旅バーへ来ております。出張バーで出張足つぼな感じです。がいきなりいたお客さんに、女性から行くとちょっと緊張するので温め役を買っていただいております。何さんでしょうか。あ、どうも、マイスです。それはね、うちのあのみすずさんが被った大事な大事な嫁サックも被った。あ、忘れた。ちょっと待ってくださいよ、これを忘れてました。おお、人にやれやれ言う。ニューチュずれてないか。いい、あざす、あざす。最初から男っていう離脱されてしまいそうなんで、ちょっとね、色気がないかもしれないですけど、何かこれだと。え、ない、ないっす。ちょっと考えたんですけど、ないっす。あ、頭きてる。この感じで終始しても、はい、ダメだよね。どうしたんですか、急に切り替え。あ、いきますよ、リアコ。ちょっと早い、ちょっとまだ来てない。普段は何をしている人なんですか。あの、設計をしてます。設計ミスです。設計ミスです。もし、上着もそこのね、クローゼットのこれくすぐったいじゃない。なんかね、次女の子がきっと被りそうだから脱いで。かわいそう。親父だよ、ちょっと見えるよ。はい。男面白い。やっぱり男は痛がるんだよね、これ。いやいやいや、3回どんだけやっても数字は伸びませんから、あんまり言わないから。ほんまに痛い。いやんとかなって。この光景何度か見たな。この光景。言うとね、ちょっとトイレの回数が足りない。あ、ほんますか。1日最低6回。はい、言ってますか。最近ちょっと水飲めてないっす。水飲んでトイレ行って、ちょっと腎臓膀胱系はお疲れですよ。あ、はい、はい、真面目に仕事しちゃった。真面目にしていいっすよ。あ、親父代がずれてきた。あ、ちゃんとちゃんと野草だから綺麗に見えるよ。頑張って。あ、受けました。受けたんですか、受けられて。どうでしたか。このリアクションはたくさん見た。見たな。誰がやってみる。取れ高。取れ高。取れ高言ってます。あ、サイコパスは明日やります。サイコパスバーというのは。設計で大変なこと。キャラ。設計で大変なことは耐震偽装。あ、数値をごまかす。あ、それは。すいません、僕がやりました。そう。
最初から温めてくれるには最高な感じですよ。あ、ま、そうです前説にしては。うちのプロちゃいましたね。あ、欲しい。ああ。じゃあ本当にもう2日間でスタッフ全員コンプリートされて。腰あ腰当たっちゃうこれもっと大きな声でもっといやちっちゃとかうるうるしてもう行くよ家庭料理場はいこっち、はい、いい感じギャラは出ないからねギャラは出ない出ないこんだけ言ってもこんだけ言ってもせちがらいせちあらゆる愚痴をポジティブに変える力をすっきり俺かと俺がなんとかしてくれるかもしれない好きな女性のタイプしんどいおっぱいのちっちゃい子ああ下ネタ禁止なんだああそうなの貧乳好きああはい A カップがいるまあ、まあ、世の中に A カップと F カップの子しかいなかったら A カップ行くかもしれないですねじゃあ C カップだったら C かなそうおかしいじゃんいや小さければいいってことだよあ、プリットねプリットねああその辺ね語ると長い見といてこっち見といてこの話してる時こっち見といて男同士の会話だからねそうシークレットやからそう大丈夫男同士はみんなしてる会話だからね力抜いてあれですね OJT とかそういう研修ですよね OJT リーダーとかあ、なるほどね行くよ次行くよでんあっちょっと待ってちょっとわざとらしいちょっと待ってあった本当に痛いそれ本当に痛いそこ、何あこっちも、両方行こう両方バイ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 あっちょっと飛びそうだねあの人に言えない秘密人に言えない秘密は言えないえ人に言えないああ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 何がありましたっけ？いや、あの、あやまんのいつも、わかった。それ壊さない。それって、あー！ごめんそれ再生数いるんだから。その後、男の方は、介護職員に入るんですけど、先輩が。あの言いたがるんですよ。多分下ができてめっちゃ言いたいで。しかも真面目に言うと、頭で、目で、耳で、ここは首なの。そう首から上。なんか設計関係の仕事してません。あ、実はそうなんですよ。足見るとわかるんです。すごいっすね。カリスマスーパーゴッドハンドだから。へー、そうなんですね。来て来いはい、はい、男同士これやってもね、ウケる全然ここまでずっと離がないこれで今日終わろそうね、もうね悲しい男同士悲しいじゃ最近行った風俗は風俗あの風俗は行ってないガールズバー行ったでしょガールズバー行ったどこの旅バー来ずに旅バー来てから行ったなんだあちょっと悶々としてそうここはあのちゃんとあのクリーンな感じだからねね、うん、物足りなくて行っちゃったそう物足りなくてガールズバーまでガールズバーまであーおああ5万とかした。あ、ちょ、え？自分さらっと言ったよね。5万とかした。それはガールズバーじゃないと思うよ。5万円取られるガールズバーって聞いたことないからね。ワンセット。それボラれてるやん。あったネタ。
ね、あ、誰にも言えない秘密ガールズバーでワンセットで5万取られた。それおかしい。そう、そういう動画よくある。そこの店行くか。行って、いや、あの、紹介しますよ。いい、結構です。ユーチューバーとしてどうですか。そういう動画、そういう動画ぶられたよっていう、うん、その後怖いお兄さんとかが出てきてさ、そういうのあげてもらうと困るんだよ。隠しカメラ行くしかないです。後からどっと来るかも。全部紹介で。いや、もう僕許可取りました。しょ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 、あー、その5万聞きたいな。なんでそこ行ったの。行ったことはある。ないっす。なんかあの声かけられて。あかんやん、何やってるの。そうだ、行っちゃったの。行っちゃったんだ。男でしょ。女の子で。女の子で、うん、マジ、うん、もうそんなのなくなった、うん、ガール何したの。ガールズは何もしてんの。それオッパブって言われる。してない、してない、してない、マジでしてない。黒ひげ危機一発しかしてへんの。ああ、5万です、5万。テキーラ1杯3600円。いや、別にテキーラ1杯3600円は100杯譲って良しとして、それでいいじゃん。いや、だから、負けたら、おごってよって言われて、うん、断れなくて、うん、まあ、ありがちだよ。2人女の子って言ってたんですよ。いや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 、1回負けたら6000、じゃあ7200円、うん、で、4杯ぐらい飲んだのか、うん、それで5万ぐらいだ。それだけですね、計算を。でも、あ、もっと言ってんのか。じゃあ、あ、ちょっと、え、どうですか。あ、もっと飲まれたんかと思って。いや、あー、そうっていう苦い思い出がありますよ。思い出した。境目はそれ、苦い思い出として認識してる。楽しかった。こら。もっとそれなら楽しいとこあると思う。確かにそれは否定でき。いや、もういいから。ありがとうございました。自律神経系がとてもお疲れでした。おー、これと水分はよくとって、はい、トイレは行くようにしてください。自律神経系。首から自律神経系と純粋に神経が疲れている。普通にパソコンパシャパシャずっと。ストレス画面も。いや、ストレスか。ストレスって僕あんまり好きなもん。それで解決を何でもしちゃえばいいっていうもんだなんで。結構気張ってるとか。ああ、それはちょっと心当たりあるかもしれないですね。でも5枚取られたんだよね。6枚取られた。すげえ話あったな。使っていいっすよ。サプライズはこっちがされます。今日は誕生日。使わせていただきます。こっちがされる。このシリーズはこれ何ですかって。これ何ですか。へってなるかな。ちょ、やばいやつじゃないですかそれ。あ、なったでしょ。誰が言った。お父さんが。え、何これ。本人が最後。もうなんかちょっと悪口じゃないですかそれ。ですね、携帯で普通にあのサイコパス診断って検索してもらうと出てくるんですよ、これ。はいはい、あ、ユーザーちゃんに教えてもらったんですけど。え、大丈夫ですか、誕生日こんな話。大丈夫ですか。サイコパスはありがとうございます。そうだよな、賢いサイコパスと。まあ、悪いサイコパスもおるけど、いいサイコパスです。よいしょ。ですね、まあ、診断って打つともう、にょん。でもさっきよりちょっと痛くなったでしょ。あ、でもそうそうそう、思ったより痛かった。やっぱ溜まっていましたね。へえ。疲
かれてたの。同じことしても来られた場合はちょっと痛いけど、あさっきの初めてやるのよ。残ってるけど、あれだったちょっとね、うん、流れてきましたよって聞こえる。耳が特に疲れてたんですか、もしかして。耳、じゃあ耳が悪いのかっていう話になるんで、そうではないんですよね。指が痛いということは目、耳、要はこう使ってますよということ。人が亡くなっていました。その現場を見ます。でなんか隣にマンションがあるので、でパッと読んでたら、ごめん逆だ。逆だ。マンションがあるんですよ。あの下に公園があって、自分はマンションの中にいるんです。で下こっちも殺人現場を見ます。右が硬い、ね。犯人います。自分の方見てこうやって言ってんの、でなんて言ってると思う、これ一番有名なサイコスチームの、なんて言ってると思う、表情が何なのか表情とかも分かんない、分かんない、まあ、股関節見えないけど、なんかこれ、ね、歪んでるわこの人、あやっぱ歪んでます、うん、なんでこんな歪んでんだ、なんか学生時代球技やってた、それはもう見ないですね、見るときっていう感じだから、だから5万円もらえる、寂しがるんだけど、寝るときは好きに寝てください、自由に寝ていいですよ、そうなんです、うん、というのは寝ちゃうと無意識に寝たい格好で寝るじゃん、だから寝たいように寝てくださいね、それも起きてるときが大事ですよ、でちょっとこっちが歪んでそこにいます、何がいますか、なるほど、それはまた次回、お、はい、お疲れ様でした、ありがとうございました、あでもちょっと楽になったかな、うん、軽くはなるね。